はいみなさん、えー、こんにちは。アジアの、アジアで生きてる今回ね、グレーですよってことでね、えー、グレーのシャツ着ております。えー、本当だとね、もうね、気持ちの人はかなりブルーなのですから、えー、青を引っ張り出そうかなと思ったんですけど、本日も バンコクもですね、えー、相変わらず非常にいい天気でですね、なんか日本もね、えー、昨日ぐらいはかなり、えー、ゴールデンウィークに入ってですね、暑かったみたいなね、そういったような、えー、ニュースなんかも私は見させてもらいましたけど、皆さんのお住まいのところはどうでしょうかっていう感じですね。首都圏でもなんか、えー、25度ぐらいまでね、それこそ夏日じゃありませんけども、えー、それぐらいまで気温が上がったみたいなね、えー、なんか熱中症に注意みたいなことを で、ちょっとニュースで私も見ましたけども、皆さんのところはどうで,どうでしょうかっていう感じですね。まあ、私のいるバンコクはですね、毎日ね、昼間、それこそね、午後一番暑い時になると、基本的には40度みたいな感じでね、えー、何せ1年の間で一番今の時期が暑いもんですから、毎日ね、うだるような暑さみたいな感じですけどね。えー、まあ、それはね、私のことなんでどうでもいいんですけども、 はい、えー、なぜですね、グレーな気持ちなのか、ブルーな気持ちなのかっていうとですね、はい、えー、もう今回もね、昨日もちょっとね、えー、この戴冠式の話題では、えー、速報版をね、昨日の夕方ぐらいに出しましたけども、えー、やっぱりですね、まあ、このニュースがね、速報で上がってくれば私も速報ですよってことで、必ず皆様には、えー、お伝えをしようと思ってたもんですから、えー、急いでね、このカメラも回しております。 えーとね、私が見たのはね、本日、日本時間で言うと10時だね、午前10時。今はですね、えー、まあ、大時間で言うと、えー、朝の8時半、日本時間で言うと10時半ぐらいにね、撮ってるんですけども、えー、私はね、これ FNN プライムオンラインが、えー、日本時間の10時過ぎぐらいにね、速報版ということで出してましたので、皆さんには、えー、現在お知らせをさせてもらってる次第です。 で、えー、ついに行っちゃったよ、みたいなね、ニュースなんですけど、えー、まあね、えー、あんまり言いたくないけどね、エヌメ宮ご夫妻がイギリスチャールズ国王戴冠式にいよいよ、えー、出発されましたよ、ということで、え、なんか佳子さまがですね、行ってらっしゃい、みたいな感じでね、ご挨拶をしてた、みたいな、そういったような記事が載っておりました。えー、でですね、えー、まあ私もね、以前から動画でお話しさせてもらってる通りですね、 えー、このご夫妻が、えー、実際に、えー、政府専用機でね、離陸するまではずっといようというふうに言っておりましたけども、えー、なのでね、今回もこの、えー、動画に関しては回してるんですけども、まあおそらくね、これ、えー、イギリスに着いたら着いたでね、まあいろんな海外のメディアも含めてね、いろんなとこが報道するでしょうけどからね、まあそういったようなことで、まあ引き続きね、話はね、続くかなという感じではありますけども、 まあ一応ね、えー、なんかね、こんな感じね。えー、こんな感じで、えー、なんか2人ともなんか満面のえ、えー、笑顔でですね、えー、ついにえ政府専用機に乗って行っちゃったみたいなね、話ですね。で、えっ、ー、とね、えー、まあ、エ様と加護様に見送られてということで、佳子様に関してはご夫妻に対して行ってらっしゃいと、えー、挨拶しましたみたいなね、えー、そんな感じのえ記事の内容も書いております。 というような話ですね。で、午前10時前に政府専用機に登場されました。ということで、さっきちょっとね、こちらでお見せしたような、えー、写真の内容なわけですけどね。はい。えー、で、えー、まあね、すでにあのスケジュールに関しては本日ね、えー、まあ、あの放映されるというようなことで、ね、レセプションにも参加して、えー、それで何でしたっけ えー、6日の戴冠式に、えー、ご出席をされて、えーね、7日に帰国をされるというようなご予定ということで、その予定に関してもね、ちょっと書いてますねっていう感じですね。はい。で、やっぱりね、ヤフコメもあれ、すでに荒れ始めてますね。このね、私は今、えー、現在、プライムオンラインのニュース記事を見てるんですけど、えー、ヤフコメ見てるんだけど、まだね、えー、このニュース記事が出てね、30分も経っていないんですけども、まあ、相変わらずね、<laughs> なんかね、 えー、ヤフーコメントに関しては、あれ、始めてるなぁ、みたいなね、そんな感じですね。でね、あのー、昨日も、夕方というか、夜というかですね、えー、例のね、えー、あれはね、テレ東ビズだ,だったですね。えー、その動画を、えー、実際に速報版ということで、えー、昨日の夕方、夜にかけて、あげた時もね、ちょっと話をさせてもらいましたけども、そのテレ東ビズのね、これ YouTube の動画なんかでも上がってますのでね、 その私の,あの昨日の速報版に関しては終了画面貼っときますのでね、ぜひご覧になってくださいっていう感じなんですけど、その時にもね、例の、あの、入り病の、えー、になっちゃったっていうね、一応同行予定だったという職員なんていう話が出ておりましたよね、えー。でですね、まあ皆さんもね、このニュースを昨日最初にバンと出,出た時にですね、また相変わらず問題だらけだなっていうことを先に、 印象としてて OK になってですね私もそういったような、また何か問題出てきたよみたいな感じだったんですけどね。で、当然ですね、皆さんはもう、もう私も当然思いましたけども、なんかね、そういったような、入り病にかかっちゃったという方がね、同行される職員の方が1名出たということで、まあ、それに対してね、対策がちゃんと取られているんですかっていうような、この追加のニュースが出てこないんですよね。あのさっき言いましたように これを報道したというかですね、話として出したのが、テレ東ビズがいい。まあ、出し、昨日のね、夕方出してたんですけども、あの、今現在ね、日本時間で言うとちょうどね、お昼ぐらいかな。お昼前ぐらい、まだね、11時ぐらいだよね。5月4日の午前11時前ぐらいなんですけども、私もね、KN 庁のね、あの、ホームページともね、普通だったら出さなきゃいけないでしょうっていう感じでちょっと見たんですけど、 まあね、細かいところまでは見ておりませんけど、例えば、A 宮ご夫妻のご予定みたいなね、そういったようなホームページのページにもありますけど、えー、そういったようなところにも何にも出ておりませんしね、ちょっと前にも紹介させてもらった通り、ご予定として4日に出て7日に帰ってくるよというですね、全体のスケジュールぐらいは出てるんですけど、それこそね、昨日ね、えー、そのテレ東ビーズが、えー、速報版ということで報道を流したようなね、えー、例の 流行り病院、ね、の件に関しては何にも出てないんだよね。これ絶対おかしいなというふうに皆さん思いませんかというのもですね、せっかく情報管理のプロの方が実際に広報室長というようなことで出て、まあ実際にお付き、職にお付きになってですね、4月から稼働してるんでしょすでに新設の部門がですね、稼働し始めてから1ヶ月以上が経ってるわけですよ。っていうようなことで、当然もう準備がね、こういったような えー、新しい話が出てくれば、タイムリーに国民が知りたい情報を、えー、教えてくれるのが広報室なんじゃないんですかっていう気がしますけども、これに対して何にもね、今現在、さっきも言ったように5月4日の午前中なんですけども、何にも出てないんですよね。刑務所のホームページね。で、あの、そういったような速報版。 えー、実は同行職員,の職員の中で流行り病にかかっちゃったっていうですね、そういったような速報版を出したのが昨日ので時点で、えー、この低等ビズだったということで経営庁では全然関係ないところからね <laughs>、えー、そういったようなニュースが配信されているんですよ。これどうなってるんですかっていう感じだよね。おかしいですよね。もうはっきり言うけどね、人件費の無駄遣いしないでくださいよっていう感じですよね。で、なおかつですね、 普通そういったようなね、えー、ことが、えー、本当に起きているのであれば、じゃあ経営の長としての対策はどうなんですか例えばですけれどもね、えー、この a ヌ宮ご夫妻もしくは他の、えー、今回ですね、ご同行されるような職員の方々、なんか20人とか30人ぐらい一緒に行くみたいですけどね、じゃあそういったような人たち全員に、例えば PCR 検査はしてるんですかとかね、そういったようなことの対策ですよね。これやってるの っていうようよなことがね普通であれば国民を安心な気持ちにさせるためにも普通だったら報道しませんっていう感じなんですけどねそういったようなことを胃の一番にお知らせするようなところがこの広報室のお役目なんじゃないんですかって私が勝手に思ってますけどね私はそういうふうに勝手に思いますけどもはい経営庁どうなんですかっていう感じですよねじゃないとね。 これね、なんか、あの、同行者が20人とか30人ぐらいいるみたいなことが、えー、報道されておりますけども、えー、このね、えー、大人数ですよ。あえて言いますけど、この大人数がね、の中に1人でもですね、この、今回の流行病に,、えー、になっちゃったようなですね、この同行者だったような人に、例えば多少でもですね、接触しておりましたというようなことがあれば、当然危ないよね。っていう中で、これなおかつですね、その、 政府専用機という飛行機という中のですね密閉された空間にしかも飛行時間が十何時間でしょそういったようなことで一人でもそういったような人がいればねはっきり言ってクラスターでしょというような感じになってそれがねはっきり言って国民の不安にもなるわけですよにもかかわらずさっきこちらでお見せしたようなねお二人に関してはニコニコ笑ってはい登場して行っちゃいましたみたいな感じでじゃあそれに対する対策がどうなってるんですか というようよなことは何にもねニュースにも何にも出てこないんだよね。そういったようなことこそ,こそですね、はっきり言って速報版で出すんじゃないんですかって私は思いますけどね。というようなことをもうわせて感じました。というような話ですね。まあいずれにしてもね、言っちゃったわけですよ。で、私もいやね、 えー、その飛行機が離陸するまではずっと言いますよってことを言いましたけどまあ飛行機離陸しちゃったわけだよねで行っちゃったわけで今ね空の上にい,、まあ、いらっしゃるというようなことなんですけども当然これねイギリスに着けばね、えー、絶対にいろんなね今度は日本のメディアだけじゃなくてね海外メディアも含めて日本からは誰が来ましたよっていうことで必ず報道があると思いますのでまあそういったような報道が出たらねまた皆さんにはお伝えしたいなっていう感じです はい、ということでね、本、え、当、ー、ね、今から30分ぐらい前に出たような、えー、ニュースだったんですけども、まこを大ということで、またお知らせをさせていただきました。それではね、えー、本日もね、また他の動画も上げたいなというふうに思っておりますので、ぜひご覧くださいませ。それではね、また皆さんバイバイ。